この星を消す。さて今週もこの星を消すのお時間がやってまいりました。今週もって今回初めて実況するんだが、ちょっとマリサったら寝ぼけないでよ。お前らが寝ぼけてんだろうが。このゲームは与えられたパーセント分惑星を削り取るっていうゲームです。ゲームのタイトル通り星を消していくのよ。なるほど。ゲームの内容はわかったぜ。ステージが進むごとにどんどん難易度が上がっていくよ。ボス戦もあるから気を抜いちゃダメよ。それじゃあ早速消していきましょう。動画冒頭からなんて発言してんだ。まず最初はイベントステージからやっていこうかな。このイベントステージの難易度はちょいムズだよ。おいおい、最初からちょいムズで大丈夫かよ。もちろん、多分大丈夫だよ。ものすごく不安なんだけど。さあ始まったわよ。こういうのは大体これくらいかなって感覚で、やれば意外と成功するもんだよ。ほんとかよ。50% 消し飛ばせだってよ。まあちょっとオーバーしちゃったけど大丈夫でしょ。マジでこのゲーム自分の感覚が頼りなんだな。プラスマイナスいくつ以内って後々ルールが追加されていくわよ。より正確に消し飛ばさなきゃなんねえんだな。ふう、全然ずれてるけどよかったー。うわ、円が2つに増えたぜ。円が2つで円円、なんちゃって。つまんねえこと言ってないで早く消し飛ばせ。さあ 54% 消し飛ばせたか。お、なかなかいいじゃねえか。かなり近い数値消し飛ばせたよ。ここからプラスマイナス 20% よ。オラに現金を分けてくれー。私に現金を分けてくれー。分けてもらったら何すんだよ。焼肉に行きます、この野郎。ああ、惜しい。もうちょっと削らなきゃよかったわね。今度のやつは随分でかいな。これの 39% かー。ええや。おいおい、ちょっと削りすぎか。いや、これでももっと削ってよかったのね。惑星の大きさが変わると感覚が変わるからむずいな。これは難しいぞ。ふっふっふ、完璧だね。いやいや、もっといけただろ。そうよ、ガーッと削ってバーッとやればいいのよ。ウプ主の料理の作り方なんてそうじゃない。だからあんな兵器が出来上がるんだ。みんなも私と一緒にクッキングだ。おお、これは 55% ってだけあってわかりやすかったぜ。今度はターゲットの円が4つかー。こんくらいかなー。あ、ミスった。うわー、今ミスったって言ったよな。大丈夫大丈夫、なんとかなるって。ふう、ヒヤヒヤさせやがって。ってマジでヒヤしてやがったー。ひんやりよ。この小さい惑星の 16% は。こんなもんだ。さあ結果はどうかしら。おお、かなり近いぜ。てかジャストじゃねえか。よしよし、だんだん感覚をつかんできたぞ。ここからプラスマイナス5だから難しいよ。5っていきなり難易度上がりすぎだろ。落ち着いて打つのよ、落ち着いて。そう言ってるお前が一番落ち着け。さあ今の範囲は大丈夫か。頼むぜ。きたー、ジャストだ。私は最初からジャストになるって知ってたけどね。嘘つけ。次は 420% か。なわけあるか。そうだよ、42000% だよ。それもっと違う。ふう、ギリギリクリアしたわよ。なになに、ここでジャストになればボスラッシュに突入。ボスラッシュってなんかヤバそうだね。でもせっかくだし挑戦してみたいわよ。ジャストは 3% だぜ。ああ、あと 1% 足りなかった。まあまたやった時に突入できるといいな。それじゃあ次はノーマルステージに挑戦よ。さっきのステージが難しかったから、通常のステージは簡単にクリアできるかもね。じゃあ目をつむって投げよう。お前なんてことしてくれてんだ。私も今度後ろ向きで投げてみようかしら。投げるなよ。よっしゃー、どんどん行くぜ。お、三角形か。ターゲットの形が変わっていくのも面白いぜ。そのうちもっと難易度が上がっていけば、こんな形のターゲットも出てくるかもね。お前の顔じゃねえか。出た、100% だよ。よっしゃー、今の決まっただろ。毎回 100% だといいのにね。オラに友と金と少しの勇気を分けてくれー。なんで最後だけちょっと控えめなんだよ。私に全財産くれー。お前は控えめになった方がいいな。よっしゃー、クリアしたぞ。それじゃあ次はどこを破壊しに行く？とりあえずうちの近所かな。待てー。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。